どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは、フレンチブルドッグの、まるちゃんですね、まるちゃんと一緒にやっていきたいと思います。最初の質問ですね、幼期7ヶ月の、飼ってすぐに、骨折してしまうチャカチャカの女の子、元気いっぱいなんですね。甘噛みが、ひどいで、落ち着いて、生活するにはどうしたらいいですかっていうことですね、お答えしていきたいと思います。まずね、結構あると思うんですよ、チャカチャカしてる系の子で、まあ、なんか骨折しちゃったりとか怪我しちゃったりってあると思うんですけども、このチャカチャカ系の子たち、よくね、骨折したとか関節痛めちゃうとかっていうと、運動を控えちゃうパターンが非常に多いんですけど、うちのジェットもね、前に1回ちょっと怪我しました、ね、で怪我した時に、お家の中で安静にして様子見ようと思ってて、で病院でもね、本当は1ヶ月運動させちゃいけませんよって言われたんですけども、1ヶ月安静にしようと思ってたら、家の中でもうどんどん走るし、もうそれこそもう、なんだろう、これならお散歩行ってた方が安全だよねっていうぐらいはっちゃけちゃう子がいます。なので、もともと元気のいい子たちの場合は、もちろんね、骨折してる期間中はダメなんですけども、骨折が治った後はね、平気だと思いますので、どんどんね、運動を取らせていってあげるようにしていくと落ち着いていく。逆にね、運動を控えていくようになってくると、家の中でも荒れていくと思いますので、もうお家の中でもね、ボール遊びしたりとか、お散歩たくさん連れてってあげたりとか、運動をね、どんどんね、取っていってあげると、まあ甘がみもね、ちょっとずつ違ってきたりとか、あとはね、お家の中でも落ち着いて生活できるのかと、かなと思うのと、あとはね、人が構ってあげる時間だけでエネルギーの発散を図ろうとすると非常に難しいので、例えばね、コングだったりとか、あとはね、おやつの入るね、おもちゃみたいなものを渡してあげて、そういうものをね、一生懸命かじったりとか遊んだりしながら、大事なのはね、人が休んでる間もワンちゃんに何かをさせて暇を潰してエネルギーの発散を図っていくっていうことが非常に大事になってくると思いますので、ぜひね、そんな風にしていただけたら、特にね、怪我しやすいぐらいね、怪我しちゃうぐらいね、テンションが高くなるにはそんな風にしていただけたらいいのかなと思います。2つ目の質問ですね、2ヶ月のチワワで飼い始めて3週間が経ちました。ケージ内のトイレを嫌がっている様子です。ケージ内はトイレを我慢していて、トイレに行きたい時には外に出してとアピールして、吠えてきますということですね。どうすればケージの中でもしてくれるようになりますかっていうことですね、お答えしていきたいと思います。これね、サークルの広さですよね。サークルの広さが狭くなってきちゃうと、ここでトイレしたくないって言ってる可能性ももちろんありますね。なので、もしかするとサークルを気持ち広げてあげたりとかすると、ね、おしっこの成功率が上がってくるのかなと思うので、もしね、手作りとかでサークル区切られてるのであれば、ちょっと広めにしてあげて、おしっこできるようになったらそのまま様子見ていって、もしね、狭い方が都合がいいんであれば、おしっこをちょっとずつしてくれるようになったら少しずつ狭めていくっていう方法もありだと思います。あともう一つは、定期的にね、ケージの中に戻していって、何回かね、我慢の限界だったりとか、あとはね、うっかりしちゃったみたいなことをしていくと、トイレをしてくれる可能性もありますので、ケージの中でしてくれなく出してってアピールしてきて、出すと外ですぐしちゃう子だったら、もう出したらすぐしまったり、しまうようにしたりとかしながら、トイレをね、どうにか中でできるように、成功をね、こちら側でアシストしてってあげる、必要性があるのかなと思います。ただね、トイレをね、中でするまで我慢させちゃってもいいんですけども、中には本当にね、体壊したり不調になっちゃうとこまで我慢しちゃう子も出てくると思いますので、そういう子もたまにいます、本当に。なので、もしね、我慢させて中で、してくれてっていう風になるのであれば、ちょっと我慢させちゃってもいいと思いますし、体壊すほどね、我慢しちゃうんであれば、もちろんね、少し広めにしたりとか、もし広めにしても難しいんだったら、お散歩とかね、外じゃないとどうしても嫌っていう子たちも現実いたりはするので、ちょっとずつね、時間をかけて教えていっていただけたらいいのかなと思います。はい、というわけでね、トイレの悩みやっぱりどうしてもね、多いんですけども、部屋の中でね、させたいっていう気持ち非常にわかります。なので、お家の中でもね、できるように頑張っていただけると非常にいいのかなと思うんですけど、まあ一つはね、我慢をやっぱりこう中でおしっこするまで人も出すのを我慢するのが一番の、セオリーっていうか、それが一番いい方法ですよね。ただ、難しそうであれば、運動をちょこっとだけしてしまう、失敗する前にしまう、ちょっと出したらしまうを繰り返してきながら、中でおしっこをさせるように持っていくっていうやり方と、もしね、そんなにこまめにちょこちょこできないよっていうのであれば、ちょこっといるスペースを広げていってあげると成功が寄ってくるっていうことは大いにあると思いますので、そんな風にしていただけたらいいのかなと思うのと、あとね、骨折とか怪我しちゃうぐらい、チャカチャカしちゃってるワンちゃんね、運動を控えたり足りなくなってると、どうしてもね、いきなりダッシュしたりとか飛んだり跳ねたりが増えるので、怪我のリスクが増えます。なので、たくさん運動を取ってあげると、お家
中の中でもおとなしくしている、もしくは走り回ったりが減ってくるってなってくると怪我のリスクは減ってくるので、その方が安全だと思いますね。ワンちゃんと一緒に楽しく暮らしていくためには、ワンちゃんたちに自分たちがねどれだけ配慮してあげるかっていうのが非常に大事になってくると思いますので、ぜひ皆さんもねワンちゃんの性格、運動量を見極めていろんなことを調整してみてはいかがでしょうか。はい、ではね雑談の方に入っていきたいと思います。で今日はね、どんな話をするかっていうと、ワンちゃんに教えるのに一番いい時期っていつですかっていうことですね。まあ何を教えるって言っても、例えば、まあお座りとか伏せとかそういうトレーニングも含めて、その他にね例えばお家の中でも待てとか、あこういうのやっちゃダメだよとか、そういうのを教えるタイミングっていつがいいのかなっていうのをちょっと話していきたいと思います。で、ざっくり最初に答えごめんなさい言っちゃいますね。それはね答えによって、違います。ワンちゃんの答えによって、で言って聞かせられそうな、時期に来る時が、あります。でただその前までの、その言って聞かせられない時期にガミガミ言って聞かせようとするっていうのは正直に言うとあんまり良くないのかなと最近自分は思いますね。例えば、うちに2歳の娘がいるけども、2歳の娘はまだなんか本能的なんですよね、行動が。例えば、この間もねちょこっと話しましたけど、やっぱ壁とかに、ね、絵描いたりとか画用紙から描いててはみ出しちゃうっていうのを、こっちがダメとかいけないでしょって言って分かってくれてるのかっていうと、言った時に一瞬やめてくれるけども、また同じミスを繰り返すっていうね時期があると思います。で、2歳の娘で想像するとすごい分かりやすいのが、もちろんね悪意はない、お父さんを困らせようとしてやっているっていうことではないんですよね。ただ、叱られてなんとなく怒ってるなって分かってやめるんだけども、ただそれが、なぜ怒られたかに至らないから、同じ失敗、または自分の、もしくは怒られるのがちょっと分かってても自分のやりたいことに対してやりたいっていう気持ちの方が、強かったりしちゃうのかな。つまりは、子犬の時期でもね、例えば叱ったりダメって教えようとすると同じことを繰り返しちゃう時期があるよ。その時期ってどうなのって言ったら、自分はあんまり向き合っちゃいけないのかなと思ってて、例えば言って聞かせるのは可能な時期ならいいんですけども、不可能なのであれば、例えば自分たちも子供でもやっぱり美容室行った時に座っておとなしくしてなさいって言って縛りつける、押さえつけるで無理やり1時間やらせるわけじゃなくって、何かね例えばドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかなんかそういうの見せながら集中をどっかに移して、であーってそういうの見てる隙に髪の毛切っちゃうみたいなね、そういう風にすると思うんですよね。なので、何か気にしてない時に短い時間でパッと終わらせる、まあ、つまりは、子供が暴れないわけじゃなくて何かに集中してるだけだから、一時的に、おとなしい時間を生み出してるっていうだけですよね。ただ、ある程度これがね小学生になってくると、もうそろそろさもうちゃんと我慢しなよって30分分ぐらいさっていうのは教えていかなきゃいけないわけですよ、親としてはね。で、ちっちゃい時に例えば甘噛みでも何でもそうなんですけど、ダメダメって言って聞ける時期かっていうと聞けない時期、まあ最初 2,3 ヶ月なんかは特にそうなんですよね。その辺は、やっぱりどうしたって何回も噛んでくるっていうミスをしちゃうから、例えば痛いって言ったりとか、無視するって言っても痛いって言われようが無視しようが、なんか間違ってるのかなと思ってても同じ行動を繰り返しちゃうところを見ると、やっぱりそこはね、例えばコングをあげるようにしたりとか、お散歩したり遊んであげて、疲れてる時に、一緒に遊ぶっていうコミュニケーションを取る、一緒に遊ぶっていうコミュニケーションが先に来ると、その遊びの中でね甘噛みしたりとか、吠えたりとか追っかけてくるとか、足噛む手噛むってなってくるから、これって話、運動入れれば入れるほどワンちゃんの絡みっていうのはソフトになってきますよね。だから逆に言うとワンちゃんの絡みがソフトの時にしか、やらないで、そのソフトになってくれるのいつっていうと、まあある程度成犬になると体力がついてきますから、子犬の時の方が非常に制御がしやすいと、ね、すぐ疲れてくれるからソフトな状態が簡単に作れるってことですね。でそこでしっかり教えていきながら、今度5ヶ月6ヶ月の、この体力がついてきたタイミングとかで、そこが多分ね一番いいダメを振り分けるべきな、タイミングなのかなと思うんですけども、じゃあさっき言ってた個体差って何っていうと、それが早めに訪れる子もいれば遅めに訪れる子もいるってところなんですよね。だから多分なんだろう、教えるんだったら早めがいいっていうのが、例えば伝え始まってからそれが伝わるまでの差であって、本当はねワンちゃんの適切なタイミングを見てあげるとそれが一番いいのかなとは思うんですけども、そこはね見極めが非常に難しいので、何回か多分やっていくと、トレーニングでも多分そうだと思うんですよね。ちっちゃい頃はお座りお座りって言っても、座ったらすぐどっか行っちゃう、動いちゃうって言ってた時期は、あれは体の中の熱量が高い時期でおとなしくしてられない。で今はお座りって言って待てだよって言ったら待てができるようになってきたっていうのは、本人が落ち着いてきた、体の熱量が減ってきた、コントロールしやすいから、人の言ってることがある程度聞ける、理解できる、我慢
慢できるっていうところになってきてるのかなと思います。なので、人が言ってることを考えたりとか、そこで一瞬でも聞こうかなっていう気にさせるためには、ちゃんと運動をとっていって、本人が、ちゃんと冷静な状態で見られるようにしていってあげないと、なかなかね、人の言うことを聞くっていうところは難しいのかなと思います。で、人間の子供と違って動物の場合は理解してっていうところまでには至らないと思うんですよね。なので、そこをきちんと、埋めてってあげるためには、ちゃんとしたコミュニケーション、トレーニングとってってあげたりとか、例えば罰を与えるとかっていうと、何もダメとかいけないっていうだけじゃなくて、無視でもいいんですけど、ただ無視で、ワンちゃんが無視されたってショックになるためには、自分たちもね、それだけの関係性、日頃トレーニングしたりとか、なんか仲良くしてて、でいっぱい遊んでくれたりニコニコしてるお母さんに無視されたら嫌ですけどね、自分たちも一緒ですよね。仲良くしてる友達に無視されたら嫌ですけど、まあ、別に学校行ってそんなに仲良くない人に無視されたところでもでって感じですよ。なので、どんな罰を与えるかっていうよりも、何でワンちゃんはいけないとか間違ってるっていうのを感じ取れるかなと思うのと、あとそれが同じ無視でも、このタイミングなら取れるのにこのタイミングは取れないっていうタイミングがあると思います。なのでやり方が合ってる間違ってるよりは、熱量を絡めた適切なタイミング、時期が合わないとうまくいかないのかなと思いますので、そこにねちょっとつまずいちゃってて、どうしたらいいのかなって悩んでる方の場合はトレーナーさんに相談してもらってもいいと思いますし、一番いいのはね、お家で運動をとっていきながら、タイミング見てって、で自分たちもワンちゃんとずっと暮らしててありますよね。今は絶対言っても聞かないなっていう時と、今は多分言ったら止まるんだけどねって思う時の、そのできる時だけでもいいからね、しっかり制御することが大切だと思いますので、ぜひそんな風に、ね、やっていただければいいのかなと思いますね。これの時からメリハリをつけて生活してあげると、人もワンちゃんも暮らしが楽になっていきます。ワンちゃんにもねストレスがないって言ったら嘘になります。やっぱりね、どこまでトレーニングしていっても人の生活の中に入ると、大なり小なりはねかかってくるのはしょうがないと思うんですけども、ただね、だからこそお互いにどうやったら快適になるかなっていうのは考えてやっていかないといけないと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にワンちゃんとのお互いの距離感、関係性見直してみてはいかがでしょうか。